始まるにゃ。ねえねえ、今回はサンタ来るかな。あんた聞く相手間違ってない？私たちが子供の頃はサンタなんて存在すら知らなかったでしょ。でもオラリオには来るんだよね。ナイトパレードの期間は毎晩気配を探ってるんだ。捕まえてやろうと思って。あんたらしいわね。それでサンタは捕まえられたわけ？捕まえるには捕まえたんだけど。サンタさん見っけ。どう、俺がガックロースだ。おニューの衣装にゃ。僕だってまだにゃ。バカな。ああ、その年の担当は神ガネーシャだったのね。担当？違うよ。だってサンタじゃなくてクロースって名乗ったもん。言い間違えただけでしょ。あと前回も捕まえたんだけどさ。サンタさん見っけ。ついてこい。負けさせないよ。あれ、ロキ？なんだ、サンタじゃないのか。せやな、サンタは寝てんと来ひねんで。そうなの？ん？どうしたんだい、ロキ。まったく、ファミリア内にまで贈り物など、こんな手をかけずとも手渡しで。ティオナ？あれ、リベリアとフィンまで何してるの？いや、これは。おい、こっちはサンタの仕事は。ガレス、今サンタって言った？ん？いや、今のは。そうじゃ、今から三択鍛錬をするところでの。ガレス、それは。面白そう。私も混ぜて混ぜて。ついてこい。力を貸してあげる。団長たちの苦労が目に浮かぶわね。今回こそは捕まえるんだ。はいはい、頑張ってね。なんか適当。なにくだらねえこと喋ってんだてめえら。ベートには関係ないでしょ。乱暴狼のとこなんかサンタが来てくれるわけないし。誰が来てほしいなんてほざいだ。こっちから願い下げだっての。誰からも贈り物もらえないんだね、かわいそう。だから誰も欲しいなんて言ってねえだろうが。あ、そういえばベートってナイトパレードに参加したら間違いなく犬ぞりだよね。頭湧いてんのかてめえは。はよーって無知で撃たれて。その掛け声うまよ。上等だ。今日こそ蹴りつけてやるぜ、このクソアマゾネス。やるか。この調子じゃサンタも近づきたくても近づけないわね。これが温泉の効能です。さあ行くにゃ。くす、
あのバカゾネスどもが。ああ。すいません、急いでて。って、ベートさん。申し訳ないっす、申し訳ないっす。お願いですから許してほしいっす。殺さないで。バカゾネスどもの馴れ馴れしさもムカつくが、これはこれでムカつくね。いちいちビビってんじゃねえっての、めんどくせえ。はい。ねえ、急いでたんじゃねえのか。あ、そうっす、急がなきゃいけなかったっす。早くしないと、せっかくの穴場が。穴場？ホワイトレースのいい狩り場を中層で見つけて。おお、ちょうどいいか。え？むしゃくしゃしてたとこだ。おい、俺も連れてけ。秘密の場所っすよ。知るか、こっちは暴れたくて仕方ねえんだよ。文句あんのか。ああ、連れてくっす、連れてきますから。よし、行くぞ。自分いつもこういう役割っす。今さらだろうが、気に食わねえなら誰も逆らえねえほど強くなりやがれ。ごもっともっす。ここっす、着きました。確かにバカみてえに嫌がるじゃねえか。少しは自分の分も残して。しゃあ、根こそぎぶち殺してやるぜ。聞いてないっす。おニューの衣装にゃ。この作戦で行こう。止まってみるにゃ。おニューの衣装にゃ。信じているわよ。やっちまった。諦めろ。諦められるわけないっすよ。金のなる木を見つけたようなもんなんすから。ああ、金なんざ仮装や真相にもぐらいいくらでも稼げんだろ。そりゃそうっすけど、比較的安全に稼げる機会はやっぱり貴重っすし。んなこと言ってっから、てめえらは雑魚のままなんだ。真相だろうがさっさと党を外れいいだけの話だ。無茶っすよ。それにこんな時くらい田舎のお袋にも多めに仕送りしたいっすし。くだらねえ、てめえが強くなれ全部解決する話じゃねえか。え、雑魚が雑魚の祭りに付き合ってんじゃねえや。ったく。おニューの衣装にゃ。この作戦で行こう。結局全部倒しちゃったっす。おい。はい。ちったや気が晴れたから俺は帰んぞ。後始末してけ。え、魔石やアイテムの収集てめえに押し付けるっつってんだよ。めんどくせえからね。戦利品いらないんすか。お金は。俺は暴れに来ただけだ。何もいるげ。てめえが好きなように使え。ちゃ、じゃあね。あ、ベートさん。あ、これ全部もらっちゃっていいんすか。
君と僕の絆の勝利だぜ。よし、行くぞ。よう、自分だ。そろそろ今年のサンタを決めんといかんのとちゃう？その通り。今年もガネーシャがやってやってもいいぞ。何度見や、自分。もう子供たちかて飽きとるわ。そうね、そろそろ綺麗どころが欲しいわよね。せやったらうちんとこのアイズタンがおすすめやで。ロキも少し前にやったんじゃなかった？うちらはやったけど、アイズタンは初めてや。こんなフレッシュな話他にあるかい。ガネーシャほどじゃないにしても、やっぱりね、インパクトに欠けるというか。初めてのファミリアで気合が入りまくってる神ならここにいるけど。なんで僕が。そんな格好しといてよく言うわよ。それにあんたのところの子、レコードホルダーでしょ。話題性でも問題ないと思うけど。やめてくれよ、せっかく空気を読んで黙ってたのに。だほ、舐めだっといて何が黙ってたや。目立つのは僕のせいじゃないぞ。僕の神としての魅力が勝手に目立たせるのさ、ロキと違ってね。その魅力があれば町の子たちに人気のサンタ役は適任ね。おいおい、それマジで言うとんのか。ドチビがサンタってなんや、貧乏臭くなりそうやん。そう、案外悪くないと思うけど。うん、リトルルーキーの活躍は近頃よく耳にする。反対や反対、ドチビなんて父以外見るところないやろ。なんだと。君なんてその見どころすらないじゃないか。なんやて。君にできて僕にできないわけないだろ。決定。面白そう。あ、ほんなら条件付きで賛成にしたるわ。うちのアイズタンも連れてけ。なんでそうなるんだ。しかもよりによってバレンナ・リガシ君と。なんて元気とロリ巨乳のサンタだと。やっべえ、その嫁うちのファミリアにも来るんだろうな。ま、そういうこっちゃ。花は持たしたるけど、うちの花もつけさせてもらう。みんなが楽しい聖夜祭や。より楽しめそうな方がええやろ。ああ、申し分ないサンタ構成だ。俺は賛成だ。ガネーシャだから。決まりみたいね。子供たちが頑張ってるんだから、あんたも少しはファミリアの出身らしいことしとけば。わかったよ。まあドチビは余計な展開やったけど、これで外ぶり埋まったで、アイズタン。アイズさん、どうしました？なんだろう、寒気が。それは大変です。私も少し寒いと思ってて。そういうんじゃなくて。とにかく風邪をひいたら大変です。今日はもうホームに戻りましょう。おニューの衣装にゃ。負けさせないよ。負けるもんか。援護します。
ジョンのもっと奥。ついてこい。負けさせないよ。違う、これじゃない。声も聞こえなくなりましたね。あ、これ以上冷えるといけません。さあ帰りましょう、アイズさん。いいね、さすが俺が見込んだ冒険者だ。僕を一人にしないでくれよ。ナイトパレード？せや、ドチビだけじゃ頼りないからな。力貸したってよ。ヘスティア様と。ああ、悪いけど今回は拒否権なしや。デラツの決定やからうちでもどうしようもない。ああ、それからレフィーヤもアイツタンのお付きや。事後で悪いけどそれで話進めさせてもらったわ。あ、はい。皆さん揃ったようですね。よくお似合いですよ。ありがとうございます。褒められましたよ、アイズさん。これでついてくるのが自分の子なら言うことなかったんだけど。クラネル氏でなくバレンシュタイン氏とウィリディス氏なのはデナトスで決まったことですから。分かってるよ、アドバイザー君のせいじゃないしね。それでは神ヘスティア、こちらがナイトパレードでお配りするプレゼントです。これを家の軒先に吊るしてある道具袋に入れていけばいいんだね。その通りです。バレンシュタイン氏、ウィリディス氏もヘスティア様のお手伝いをお願いします。わかりました。でもどうして道具袋なんです？なんだか武骨というか、あんまり可愛くないというか。原初のサンタクロースが道具袋に財貨を入れて施しを行ったことが習わしと言われています。それがオラリオらしいということで他の神々が気に入ったらしく、今でもその伝統が受け継がれているそうです。最初のサンタは結構不器用な神だったのかもしれないね。ちなみにですが、サンタは煙突から家に入るという伝説もあるんですが、それを踏襲しようとして大怪我で昇天しかかった神もいましたので、真似はなさらないように。するわけないだろう。私もどうかと思いますが、念のための注意事項ですので。そんな注意をされるなんて、とんでもない神もいたもんだ。ではそろそろ贈り物をよろしくお願いします。わかりました。じゃあよろしく頼むよ、二人とも。プレゼントを楽しみにしてる子供たちが待っているからね。寒い。大丈夫かい、エルフ君？はい。バレンナニガシ君は平気かい？大丈夫。かわいいじゃないか。ベル君を連れてこなくて正解だった。それにしてもどうしてこんなに冷えるんでしょう。こんなに寒いの私も初めて。もう異常気象ってやつかもしれないね。異常気象ですか？なあ、下界では何年かに一度極端に暑くなったり寒くなったりすることがあるらしいんだ。そういえばダンジョンもすごく冷えてました。ダンジョンも？まあそういうこともあるのかもしれないね。ベル君たち大丈夫かな。そろそろ神様は出発した頃かな。
どうされました、ベル殿。ちょっと神様のことが気になっちゃって。そういえばナイトパレードは今夜でしたか。本当は僕もついていきたかったんですけど、神様と竹見和志様との間で合同パーティーを組む話になったから、僕にはこっちに集中してほしいって。そうでしたか。確かに今回の話は急でしたからね。ベルフ殿も都合がつかなかったようですし。ねえ、僕もナイトパレードに向かうつもりだったんですけど、神様が結構強引に。ヘスティア様の陰謀に決まってます。ベル様とリリを二人きりにしないための。あのリリ殿、さっきから気になっていたのですが、その格好は、いえ、よく似合ってはいるのですが。ベル様とナイトパレードを回るための衣装です。ノームのおじいさんからもらいました。でもクラネルさんとリリさんはファミリアも違うんじゃ。ベル様とヘスティア様が二人でナイトパレードなんて許されるわけありません。リリはベル様のサポーターですから。結局僕は行かないことになったけど。ええ、急に中止になって合同パーティーの話が出たので着替えてる暇もありませんでした。ヘスティア様はきっとリリを困らせようとしているんです。そういう感じじゃなかったと思うけど、むしろ僕に来るなって感じだったような。ヘスティア様には竹三日月様からの合同パーティーの話を心よく受けてもらって感謝している。俺たちのような豊かとは言い難いファミリアにとってこの時期はまたとない稼ぎ時だからな。そうですね、神様や竹三日月様にたくさん贈り物をできるように。ええ。ついてこい。信じているわ。止まってみようか。おニューの衣装にゃ。始めてちょうだい。以前より冷えてきましたね。そうですね、こんなに寒いのは初めてです。サラマンダーウールは用意してますので、我慢できなくなったらいつでもおっしゃってください。かたじけない。負けるもんか。負けさせないよ。止まってみるや。式も上々だね。行くよ。ジャガマルくんあったかいですね。おいしい。そうだろそうだろ、僕の屋台のジャガマルくんは最高なんだ。エスティア様が屋台の店主と懇意なのは驚きました。顔が広いんですね。まあね、こう見えても女神なんだぜ僕は。うん、ヘスティア様が売ってる屋台のジャガマルくんすごく美味しい。売ってる？よく店番してる。店番って神様がですか？で言っちゃうんだ。バレンナギガシ君、空気ってものをだね。そう、ヘスティア様はすごいから。あ、あんなに美味しいお店任されて、いつもサクサクホクホク、すごくすごい。そこまでですか。まさか君にそんな風に言ってもらえるとは思わなかったな。
ドチビ元気しとったか。ロキ何しに来たんだ。君の分のジャガマルくんはないぞ。おお、あったかそうなジャガマルくんがあるやんか。これ一個いただくで。ああ、それは僕の分じゃないか。神がケチくさいこと言うなっちゅうに。神だろうとなんだろうと許せないことだってあるんだ。それはおばちゃんが僕のために持ってきてくれたものなんだぞ。返せ。おニューの衣装にゃ。この作戦で行こう。なんやねんアホンダラ。ジャガマルくん一個くらいで。なんだと。ジャガマルくんは僕らの新生食なんだぞ。な、合図たんを怪獣しよったやと。許さんぞドチビ。おニューの衣装にゃ。初めてちょうだい。今日は羽振りよく。このジャガマルドチビが。そうやってあのガキンチャもダマくらかしとんやな。ダマくらかしたと。君は今言ってはならないことを言ったぞ。僕をバカにするのはいいが、ベル君を侮辱したことは許さないからな。負けるもんか。僕だって。次で決めたら、うりゃー。こっちこそ、こんなディオグレイル。これは、障壁魔法？ロキ、ダメ。今夜は幸せな夜って、ギルドの人も言ってた。だから面目ない。まだ配らなきゃならないプレゼントはたくさん残ってますし、楽しみにしてる人もたくさんいます。私たちが笑顔じゃなきゃ受け取りづらくなっちゃいます。だからロッキーも邪魔しないでください。へい、なんや、今年はサンタよりトナカイのがしっかりしとるみたいな。また冷えてきた。早く配りましょう。うん、そうだね。ウエクシこれが